小2リカーターは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。イリノイ州シカゴ出身。アイアンアカデミー所属。柔道黒帯。指導官空手黒帯。柔術黒帯。元 WEC 世界ウェルター級王者。空手、レスリング、柔道など、様々な格闘技をバックボーンに持つ。総合格闘技だけでなく、 キックボクシングでも多くのキャリアを有している。1997年2月15日、プロデビュー戦となったエクストリームチャレンジでラバーン・クラークと対戦し、小負けを喫した。2000年3月10日、UFC 初参戦となった UFC24 でブラッドガムと対戦し、3から0の判定勝ち。2000年、パンクラスのミドル級ランキングトーナメントに出場し、 準優勝を果たした。2003年3月18日、初参戦となったシュートで、池本聖和と対戦し、3から0の判定勝ち。2003年5月16日、コットック世界ウェルター級王座決定戦で、ロナルド・ジューンと対戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2003年10月17日、 WEC 世界ウェルター級王座決定戦で JT テーラーと対戦し2から1の判定勝ちを収め王座獲得に成功した2004年5月21日 WEC 世界ウェルター級王座防衛戦でカロパリジャンと対戦し0から3の判定負けを喫し王座から陥落した2006年1月13日 WEC 世界ウェルター級タイトルマッチでマイク・パイルと対戦し三角締めで一本負けを喫し王座獲得に失敗した2006年リアリティ番組ザ・アルティメット・ファイター4に参加チーム猛女に所属ウェルター級トーナメント1回戦でリッチ・クレメンティと対戦し3から0の判定勝ち準決勝で マットセラと対戦し、0から3の判定負けを喫した。ありがとうございます。